ジョン・シドニー・マケイン・三世とは、アメリカ合衆国の政治家。パナマ生まれである、連邦下院議員、連邦上院議員を務めた。2008年アメリカ合衆国大統領選挙での、共和党の大統領候補であった。共和党の重鎮議員だが、党派にとらわれない、議会活動で知られ、しばしば、マーベリックと形容される。共和党政権への厳しい批判も辞さないことから、 一部の共和党支持者からの反発を浴びる一方、全体としての支持は根強い。そのため2004年、アメリカ合衆国大統領選挙では、民主党の大統領候補であるジョン・フォーブズ・ケリーの副大統領候補となる可能性が盛んに報じられていた。宗教はバプティストで、尊敬する政治家は、同国のセオドア・ルーズベルト元大統領である。 著名な海軍提督の祖父と父を持ち、自身もアメリカが衆国海軍航空士官として、ベトナム戦争に従軍。1967年に、ハノイ市上空を飛行中に撃墜され、5年間にわたって、ハノイ市のホアロー捕虜収容所で、ベトナム民主共和国の捕虜となった。最初の2年は北ベトナム兵から厳しい拷問を受けながらも、拷問に耐えたエピソードで、 英雄視されており、その人気から2008年のアメリカ大統領選挙では、共和党の大統領候補として、指名を受けた。息子は、アメリカ合衆国海兵隊に所属し、イラク戦争に出生している。2017年7月、脳の結衆除去手術を受け、その際の病理組織から、悪性度の高い脳腫瘍の一つである、ニカワガシと診断されたことを公表した。 2018年春の叙勲で朝日大受賞を受賞。同年、祖父や父が名の由来であるイージス駆逐艦のジョン・エス・マケインの官名由来に自らの名も由来として付け加えられた。2018年に入るとアメリカ合衆国議会に出席することなく自宅で療養を続けてきたが8月24日に家族が脳腫瘍に対する治療を中止したことを公表。 翌25日に死去した。81歳没。1936年8月29日に当時、アメリカ領であったパナマ運河地帯にある、国コソロ海軍航空基地で、スコットランド・アイルランド系で、アイオワ州生まれの海軍大将ジョニー・エス・マケイン・ジュニアと、オクラホマ州生まれのロベルタ・マケインとの間に誕生した。父、祖父もアメリカ海軍大将である。 祖父のジョン・エス・マケインシニアは航空母艦戦略のパイオニアであり、第二次世界大戦における太平洋戦域の指揮を取り、アメリカ軍をレーテ沖海戦等に導いた人物である。その功績から米海軍イージス駆逐艦の艦名の一つにもその名が取られている。2018年にはマケイン三世自身もこのイージス艦の艦名の由来に付け加えられた。 出生地のパナマ運河地帯は、当時のアメリカ非編入領域であり、出生地主義によるアメリカ国籍取得はできない地域であった。この地での出生は軍名に従った父の不任によるものであり、参院もアメリカ軍基地内にあったが、後年のアメリカが衆国大統領選挙出馬に、際してアメリカが衆国憲法上の大統領、就任資格である生まれによる、 アメリカ合衆国市民に該当しないのではないかという疑義を招くこととなった。10歳になるまで、父親の仕事の都合で、コネチカット州、ニューロンドン、ハワイ州、パールハーバー、その他の太平洋の基地で育った。1941年のパールハーバーの攻撃以降、父親は長い間家族と離れることになった。当時は短期で乱暴な運転をする若者であった。 第二次世界大戦が終わった後も、父親はアメリカ海軍に残り、時事政治問題障害担当官として働いていた。家族は北部バージニアに落ち着き、1946年から1949年までアレクサンドリアの米国成功会系の学校に通った。結局、青年時代に父親の仕事の都合で20もの学校に通った。 1951年にエピスコパルハイスクールに通い始め、レスリングで2つのレター表彰を受けた。当時のニックネームパンクやマクナスティから、わかるように激しく議論好きな気象で知られていた。祖父、父に習い、1954年にアメリカ海軍兵学校に入学する。彼は反体制的な士官候補生で目立たない存在であった。また、 教授や指導部と喧嘩することもあり、毎年100以上の抜点を受けた。彼は階級が上の人々が独断的に権力を行使することに納得せず、他人にそういったことが行われているのを見て、間に入ることも時々あった。5フィート7インチで127ポンドと小柄であったが、ライト級のボクサーとして3年間戦い、技術面で欠けていたものの、恐れを知らず、 交代ギアを持たないことで知られていた。マッケインの IQ は133で、学業の面では、英文学、歴史、政治といった、自分が興味のある科目では、良い評価を得たが、他の成績は良くなかった。しかし、特に学校外の活動については、同級生たちの間では、リーダー的な存在であった。難しい時ではあったが、父親や家族に対して、自分も、 同じ機質を持っていることを証明したいという気持ちは、揺るがなかったと後に書いている。1958年に無事卒業。成績は899人中894番目で、再開から数えて6番目であった。卒業後の1958年6月4日に、海軍省へ任官し、2年半の間フロリダ州とテキサス州で A-1 のパイロットとしての訓練を受けた。 当時のマケインは、しぼれエコルベットを運転し、ストリップダンサーとデートをし、後に本人が語るところによると、外して健康と若さをご用した時期を過ごした。彼にはマニュアルを勉強する、忍耐力がなく、平均より下のパイロットであった。また、テキサスでの訓練中に墜落したこともあったが、大きな怪我をせずに脱出することができた。1960年に訓練を終え、 1960年11月に第65攻撃飛行隊へと配属となり、航空母艦イントレピットやエンタープライズに搭載で、カリブ海や地中海において航海を行った。1962年のキューバ危機の時期にはエンタープライズ上で警戒任務に当たっていた。飛行技術は次第に向上していったが、スペイン上空を低く飛行しすぎ、 送電線に激突するも無傷だったという出来事もあった。その後ミシシッピに戻り飛行教官となる。1964年からペンシルベニア州出身のモデルであったキャロルシエプと交際を始める。彼女はマケインのクラスメイトと結婚していたが後に離婚し、二人は1965年7月3日に結婚した。いわゆる略奪婚である。マケインは 当時5歳と3歳の彼女の連れ子2人を養子にした。また、1966年9月には、娘が生まれた。1965年秋には、バージニア州ノーフォーク付近を飛行中に乗っていた飛行機が、またもや墜落し、無事に脱出するという出来事があった。やがて自分の立場に不満を持つようになり、戦闘任務に志願した。 1966年12月には、第46攻撃飛行隊の A-4 のパイロットとして、空母フォレスタルに乗り組み、太平洋や大西洋において、訓練航海を行った。この間、マケインの父親は1958年に、海軍少将に、1963年には、海軍中将に、1967年5月には、 在ヨーロッパアメリカ海軍最高司令官にまでなっていた。1967年春に空母フォレスタルはベトナム戦争でベトナム民主共和国への爆撃作戦であるローリングサンダー作戦へと派遣される。この作戦では特に武器貯蔵庫、工場、橋梁などのあらかじめ選ばれた機関施設をターゲットとするものであった。ベトナム人民軍は ソ連製の降車砲で汚染してきたため、この任務は危険なものであった。最初の5回の出撃では何事も起こらなかったが、次第にマケインはパイロットとして評価されるようになっていく。しかし、彼を含むパイロットたちは国防総省からのマイクロマネジメントに不満を抱くようになっていた。彼は後にこう書いている。ターゲットのリストはとても制限的なもので、我々は 同じターゲットを何度も何度も爆撃しなければならなかった。多くのパイロットたちが自分たちの任務は実質的には価値のないものと見ていた。はっきり言うと我々は自分たちの軍人ではない司令官は全くの無能でこの戦争に勝つ気などほとんどないと思っていた。消火作業中の乗組員その頃までに少佐となっており、1967年7月29日に 起きた、航空母艦上の火災事故で危うく死ぬところであった。その日、クルーたちが離陸の準備をしていたところ、海マイナス4から一発のズーニーロケット弾が誤って発射されてしまった。出発準備を整えていた、A マイナス4にロケット弾が直撃し、燃料タンクの破裂を引き起こした。ことが起こってから90秒後に、彼の木の元についていた爆弾が爆発したが、その前に、 真一発で木から逃げ出すことができた。爆弾の金属片で足や胸に怪我を負ったが、この事故で132名が死亡、62名が負傷、少なくとも20機の航空機が破壊され、事態が沈静化するまでに24時間を要するという大惨事となった。この事件の2日ほど後にニューヨークタイムズのレポーターにこう語っている。こういったことを言うのは難しいことだが、今、 自分は爆弾やナパーム弾によって空母にいた人々に何が起こったかを見た。だから北、ベトナムにこれ以上そういったものを落としたくないという気持ちがある。しかしやめることは考えず、自分はいつも海軍に所属していたいと思ってきた。自分はここで生まれ、他の職業を選ぶことなど考えたことはない。ただ、組織の中でやっていくことが自分にとって いつも問題になっている。とも語った。ホレスタルの修理に伴い、オリスカニへ移る。1967年10月までには22回の爆撃任務を遂行していた。法令、編集1967年10月26日、ハノイ市の火力発電所の攻撃に参加した。登場した A-4 は S-75 によって撃ち落とされた。 その時両腕を骨折し、航空機から脱出の際に足にも怪我を負った。パラシュートで脱出したものの、チュックバック庫に落ち、危うく溺れるところであった。意識を取り戻すとボートが集まっており、彼を叩いたり蹴ったり、服を引きちぎったりしていた。またライフルの大尻で肩を砕かれたり、銃剣で左足や腹部を突かれるなどした。その後ハノイの捕虜収容所に搬送された。 重傷を負っていたにもかかわらず、ベトナム民主共和国側は彼を病院に連れて行かず、いずれにしろすぐに死ぬだろうと考えていた。ベトナム民主共和国側は負け剣を殴打し、尋問したが、彼は自分の名前、階級、認識番号、青年月日しか明かさなかった。その後、ベトナム民主共和国側は、父親が海軍大将であることを知り、彼に医療処置を施し、 マケイン捕獲を公表した。打ち落とされて2日後、この出来事はニューヨークタイムズ紙のトップ記事となった。6週間の間病院で最低限の治療を受け、また防具エンザップをはじめとする多くのベトナム人の監視の下 CBS のリポーターからインタビューを受けた。多くのベトナム民主共和国の人々は、マケインは政治的、軍事的、経済的なエリートであると思っていた。 その時点で50ポンドも体重が減り、ギプス姿で髪の毛も白くなっていた。1967年にハノイの戦争捕虜キャンプに送られ、他の二人のアメリカ人捕虜と共に官房に入れられた。二人はマケインが一週間持つとは思っていなかったが、看病し、なんとか生き延びた。1968年3月には独房に監禁され、そこで2年間耐えた。 1968年7月、マケインの父親はアメリカ太平洋軍の司令長官となり、ベトナム戦域すべてを指揮する立場となった。それに伴いすぐに釈放されるチャンスを与えられた。ベトナム民主共和国側はそれによって、自分たちの部隊は人道的であるというプロパガンダを世界に広めたいと考えていた。しかし彼はアメリカ軍の行動規範ファーストイン。 ファーストアウトに従って、これを拒否し、自分より早く捕獲されている者が釈放されるなら、釈放を受け入れるとの態度を示した。マケインの釈放拒否は、パリ協定の話し合いの場で、アメリカ側の大使 W ・アベレル・ハリマンに伝えられた。1968年8月、マケインに対する拷問が行われた。痛みを伴う姿勢で縛られたり、2時間ごとに殴打されるなどし、 さらにセキュリにもかかってしまい、辛さゆえに自殺を図るも監視に止められた。4日間の拷問の後、自分はブラッククリミナルでエアパイレートであると書かれた反アメリカプロパガンダの告白に署名させられた。しかし彼は形式バッタ共産主義の専門用語を使ったり、英文法を無視して書くなどして、これは強制されたものであることがわかるように書いた。彼は後にこう語っている。 私は学んだ。すべての人に限界点があるということだ。あの時私は自分の限界点に達した。この時に受けた傷がもとで彼の腕は肩より上に上がらなくなってしまった。ベトナム民主共和国側はもう一つの文書にも署名させようとしたが、マケインはこれを拒否し、その結果オーダーが続くことになった。他のアメリカ兵にも同じような拷問が行われた。ある時、 船体のメンバーの名前を言うように強要されたとき、グリーンベイパッカーズの選手の名前を告げた。北ベトナムの捕虜生活から解放後の1974年に撮影されたジョン・マケイン1969年10月、戦争捕虜に対する扱いが突然改善された。同年夏、オーダ打ーされるなどして弱っていた捕虜たちが釈放され、世界の報道機関がこれに対して声を上げ、来た。 ベトナムを避難し始めたためであった。1969年12月、コアロアプリズンに移送された。彼は引き続き反戦団体やベトナム民主共和国に同調するジャーナリストたちとの面会を拒否し、面会者の一人に対して自分のしたことに後悔はなく、同じことをする機会があれば行うだろうと語った。捕虜たちはあちこちのキャンプに移されたが、 以前の扱いに比べると改善されたものであった。結局、彼は、ベトナム民主共和国の捕虜として、5年半を過ごした、ことになる。1973年1月27日に、パリ協定が結ばれ、アメリカ軍のベトナム戦争への関与は終わったが、捕虜たちに対する救出作戦はその後も続いた。マケイン自身は1973年3月15日に、 釈放された。一方、1969年12月、マケインが北、ベトナムで捕虜となっている間、妻キャロルが交通事故に遭い、瀕死の重傷を負っていた。1973年3月15日に、北、ベトナムより解放されたものの、キャロルは重度の障害者となっていた。マケイン自身も解放後、数ヶ月の高度の理学療法を要した。治療後、 同年、アメリカ国防大学に入学し、翌年の1974年に卒業した。1976年にフロリダにある練習艦隊の舞台指揮官となった。この間に他の女性と関係を持ち、家庭環境は崩壊を始めていた。1979年4月に、ゲン夫人の心理編ーと勤務地のハワイで出会った、マケインは、 真理との交際を深め、1980年2月に交通事故療養中のキャロルとの離婚を申し立てた。離婚にあたり、マケインは2件の家の譲渡とキャロルの医療費の負担を条件に同年4月に離婚が成立した。翌月の5月17日、真理と2度目の結婚をした。結婚式には前妻との子供たちの出席はなかった。真理は、 アンハイザー物ュ社の独占販売権を持つヘンズリー &CO の創業者を父親に持つ大富豪の娘であった。この結婚を機にマケインは1981年4月1日に海軍を大佐の階級で退役した。なお、父親は前月の3月22日に死去している。祖父や父親と同様に提督への昇進の可能性はあったものの、 マケイン自身は次の転身を決めていた。海軍を退役後、真理の実家の家業に従事するため、アリゾナ州に転居した。1982年に岐阜の支援でアリゾナ州選出の連邦会議員選挙に共和党から立候補し当選した。その後、1984年の連邦会議員選挙で連続当選を果たし、1986年11月に、 アリゾナ州選出の連邦上院に立候補し、当選した。この間、妻シンディとの間に1984年10月、最初の子である長女メガン、1986年5月に、長男のジョン、1988年5月には、次男のジェームスが誕生している。2000年アメリカ合衆国大統領選挙では、テキサス州のジョージ・ W ・ブッシュ州知事と共和党の指名を争った。 大きな基盤と資金、知名度を持つブッシュが圧倒的に優位と見られていたが、選挙運動を集中的に行っていたニューハンプシャー州の予備選挙で、マケインが20ポイント近い大差で勝利し、ブッシュ陣営を驚かせた。この影響で党内の恩憲派がマケイン支持に回り、アリゾナ州やミシガン州でもマケインが勝利、マケイン旋風という言葉が生まれた。しかしジムギルモア州知事などが、 全面的にブッシュ支持で固まったことにより2月29日のバージニア州など3州での予備選で大差で敗北すると形勢は完全にブッシュペースに転ずる。また、ブッシュ陣営による中傷を含むネガティブキャンペーンにより3月7日のスーパーチューズデーで代表伝であるカリフォルニア州やニューヨーク州を含む各州での敗北後、選挙戦からの撤退を表明。 共和党候補を断念した。同予備選では、ヘンリー・キッシンジャー元国務長官や、ゲイリー,バー・バウアー牧師などが負けンを支持していた。なお、選挙戦において、ベトナムに行く代わりに州軍に入ったブッシュが、彼は、長い捕虜生活で頭がおかしくなっていると伏別し問題となったが、共和党員がより問題視したのは、サウスカロライナ州の予備選の際に、 マケインがブッシュをクリントンと同一視するかのような発言に対してである。この間、ブッシュ陣営の黒い肌の隠し子がいる。妻は薬物中毒と彼に対するネガティブキャンペーンが続いた。また、キリスト教派の代表格であるパット・ロバートソンとジェリー・ファルウェルからの攻撃を受け、これに対してマケインは二人を労働者を従属させるために宗教を利用した不寛容のアステン人。 帝国の創始者であるとして応酬した結果、キリスト教福音派からの支持を失った。早くから2008年、アメリカ合衆国大統領選挙への出馬が確実視されていたが、2007年2月28日に CBS テレビのトーク番組にて出馬を明言し、4月には正式に出馬を表明した。本命候補として万を持たして選挙戦に臨んだが、 ジョージ・ W ・ブッシュ大統領が行ったアメリカ軍の当初計画、2万人規模のイラク増派を戦争に負けるくらいなら、選挙に負けた方がマシと公言し、自ら提言、全面的に支持したことから、支持率が急落。増派後の2007年4月に、側近議員ら数名とバグダードを訪問し、その際には護衛が100人以上つくなど物々しい警戒態勢で、 イラクの治安状況の過酷さを反対に印象づける。帰国後も、報道されない真実と題する WPC への意見広告を掲載してその大義を説いたが、低迷は続き、また前述のような堅実的な側面が、保守派からの指示を得るのに大きな足かせとなった。逆風化では献金も集まらず、財政難から約150人いた陣営スタッフの50人以上を、 解雇するなど苦しい選挙戦を強いられ、夏頃には事実上の脱落の可能性も報じられる。アリサまで一時は、党内で5位、支持率が一桁に下落したこともあった。しかしながら、共和党支持者の間では、イラク戦争の支持は、常時6割の水準を保っており、前述のアメリカ軍造派は8月以降徐々に成果が、現れ、アルカーイ大の構成とバグダードなどでの治安改善。 アメリカ軍兵士の死者数の激減が報じられると、指示も回復。11から12月には選挙戦から撤退した、サム・ブラウンバックや保守系、現無所属上院議員で、元民主党副大統領候補のジョー・リーバーマンが、マケイン指示を表明した。こうして、年明けの予備選、党員集会開始を前に、再び注目を集めていった。初戦のアイオワ州を捨て、 必勝を期して臨んだ2008年1月8日のニューハンプシャー州予備選挙で劇的な勝利を収めて一躍本命に返り咲き勝利宣言の際には支持者から MCC is back の大歓声で迎えられた予選を買って15日のミシガン州予備選挙に臨んだが経済問題を中心に置いたミッドロムニーに敗北無党派の票では勝ったが 共和党員とりわけ不法移民を良しとしない、保守派の票では大きく、水をあけられ、宗教右派が強いサウスカロライナ州や、党員のみの投票による、フロリダ州での選挙戦が懸念された。しかし19日のサウスカロライナ州予備選挙で勝利。共和党では長年にわたり、同州での勝者が指名を勝ち取っており、勢いを大きく増した。24日には、ニューヨークタイムズが、 翌25日には俳優のシルベスター・スタローンが相次いで支持を表明。29日投票のフロリダ州予備選挙ではロムニーとの激戦の末に勝利を収めた。1924年以降同州で敗れながら本選挙に勝った共和党候補はなく同州での勝利の意味は極めて大きかった。その後同予備選挙での惨敗を受けて撤退した。 ルドルフ・ジュリアーニとアーノルド・シュワル・ツェネッカーらが支持を表明。2月5日の天皇さんスーパーチューズデーでは、ニューヨーク州、カリフォルニア州といった代表伝を含む九州で勝利し、ロムニーが撤退を表明、指名獲得をほぼ確実にした。この後、前フロリーダ州知事のジェブ・ブッシュと元大統領のジョージ・ブッシュが支持を表明する一方、ニューヨーク・タイムズに2000年、 アメリカ合衆国大統領選挙の際の女性ロビーストとの愛人スキャンダルを報じられた。この件については記者会見で両者ともに一切の関係を否定。なお、同報道を行ったのが左派のニューヨークタイムズだったことから、これまでマケインを激しく批判していた人気 DJ のラッシュリンボーが全面擁護の論人を張るなど思わぬ収穫ももたらした。 3月4日の4州予備選ではいずれも勝利、大議員数において過半数を獲得し、発日 B の撤退とともに共和党指名獲得が事実上確定した。春以降激戦が続く民主党の候補者争いを尻目に本選挙における重要州をめぐる全国遊説を続けていたが、6月3日民主党の指名候補がバラクオバマに決定したのを受けて、 本選挙に向けた対策を加速。全国党大会を翌週に控えた8月29日には、副大統領候補に高い支持率を誇るアラスカ州のサラ・ペイリン州知事を選んだことを発表したが、事前の予想を覆す人選は大きな衝撃を与え、メディアの注目を一手に集めるとともに、賛否両論が紛失した。ペイリンを選んだ理由については、いろいろな憶測があるものの、 一つにはペーリンが熱心なキリスト教福音派の信者であったことからキリスト教右派の支持を獲得しようとしたためと見られている。9月7日、USA TODAY が公表したギャラップ社との共同世論調査によると、マケインの支持率が50%に上昇し、民主党のオバマ候補の支持率を4ポイント上回った。しかし、 米 CBS テレビとニューヨークタイムズ氏が10月14日に発表した世論調査によるとオバマの支持率が53%でマケインの支持率が39%と14ポイントの差をつけられた。2008年11月5日、一般投票の開票状況から民主党のオバマが当選確実であるとする速報を TV 各社が流すとマケインは支持者を前に オバマの勝利を祝福する旨宣言した。この演説においてマケインは自らの支持者にオバマの新政権への協力を要請した。敗北宣言を行った後、マケインがステージを去る際には黒人副長と確執していた白人艦長が自らの非を認め和解してエンディングを迎える映画クリムゾンタイド』のメインテーマが会場内に流されていた。後日確定した結果は、 選挙人獲得数173対365、得票率46%対53%の差であった。同年11月25日、地元のアリゾナ州で記者会見を行い、2010年に予定される次期上院選挙で5選を目指す考えを明らかにし、安全保障政策の視察のため、イラクとアフガニスタンを早期に訪問する意向も同時に示した。ただ、 2010年8月の共和党予備選挙では、過去の遺産税廃止や不法移民政策への反発から、同党の元会議員、ジョン・ヘイワースの猛追を受け付け、3月には関係悪化が囁かれていたサラ・ペイリンが、応援に駆けつけた。同党予備選挙では、ペイリンのほか,かつての政敵であるミッド・ロムニーをはじめ、スコット・ブラウン、ティム・ポーレン・ティー、 地元アリゾナ衆議院の多数がマケインを支持している。予備選挙では過去に例を見ない苦戦を強いられたが、かつては積極推進の立場にあった不法移民合法化政策を転換。アリゾナ衆議会が同年4月に制定した新移民法についても理解を示し、終盤で支持を拡大した。この時点でマケインの5選は確実となり、 11月2日に行われた本選挙では59.1%の得票率で当選した。2012年アメリカ合衆国大統領選挙の共和党予備選挙ではミッド・ロムニーを支持した。なお、2008年アメリカ合衆国大統領選挙の共和党予備選挙では撤退後のロムニーから支持を得ていた。2015年1月、アメリカ合衆国上院軍事委員会委員長に 就任。2016年アメリカ合衆国大統領選挙では、共和党予備選挙で首位を独走する実業家、ドナルド・トランプの大統領としての出質に懸念を表明するミッド・ロムニーの演説に同意した。2016年8月、連邦上院議員選挙の共和党予備選挙で勝利し、本選でも勝利し、6選を果たす。2017年7月、脳腫瘍と診断され、 アリゾナ州フェニックスの病院で手術を受けた。自宅制御をしていたがオバマケア見直し法案の審議に参加。7月28日に上院議会の採決で反対票を投じ、共和党の見直し法案は二票差で否決された。9月には CBS テレビのインタビューを受け、自身の病状を非常に重篤だと述べている。2018年8月24日には、 脳腫瘍の治療を停止すると家族が発表。また対立するドナルド・トランプ大統領を自らの葬儀には参列させないと述べた。翌8月25日に81歳で死去。2018年8月30日に地元のアリゾナ州で行われた追悼式典にはマケインが所属していた共和党だけではなく民主党も含めた20人を超すアメリカ合衆国上院議員や ジョー・バイデン前副大統領が集まった。その後9月1日にワシントン DC のワシントン大聖堂で行われた告別式にはジョージ・ W ・ブッシュ、バラク・オバマ両元大統領も出席して弔辞を読み上げるなどやはり党派を超えた人物が多数参列した。一方、生前からマケイン本人が参列を拒否していたトランプ大統領は出席しなかった。また、 大統領選挙の時に、マケインの副大統領候補だったサラペーリンも、おそらく遺族の意思によって葬儀に招かれなかったという。マケインのリベラルよりとも言われる一匹狼的行動は、内政問題によく現れている。同性婚、人工妊娠中絶、重規制などにおいて、おおむね保守の基本線を維持しているものの、強行に主張することは少なく、特に同性婚に関しては、 2005年、アリゾナ州憲法の禁止案において賛成しながらも、積極的な運動を行わず、翌年のアメリカ合衆国憲法の修正条項には、州による選択の自由を主張して反対票を投じた。妊娠中絶に関しても、近親相関や合姦、母体に危険があるケースでは、例外的に容認している。2005から6年に、ブッシュ政権による保守派の構訴。 最高裁判事任命をめぐって、アメリカ合衆国議会で両党が厳しく対立した折には、超党派で妥協案を探る議員グループにおいて主導的な役割を果たした。2002年には、民主党のファインゴールド上院議員と共に、共和党の支持基盤である大企業の献金を制約する新法を成立させ、2005年には、移民問題でも違法入国者の永住権を認める、 法案を民主党リベラル派のエドワード・ケネディ上院議員と共同で提案し2008年大統領選挙でも移民に寛容な立場を崩していないまた同選挙戦において地球温暖化対策を重要政策として掲げている唯一の共和党候補でもある経済問題では外して小さな政府路線の支持者だが2001年2002年には ブッシュ政権の減税に反対した。こうした一連の政策や行動は、リベラル派からの交換を買う一方で、ネオコンからの厳しい反発を呼んでいる。イラク中流米軍を視察するジョン・マケインタカ派であり、介入主義的な傾向を持つ。ブッシュ大統領の自由と民主主義の価値観を世界に広めるすべての独裁の打倒といった主張を支持し、 いわゆるネオコンの外交思想と通ずる部分も多い。現実に同勢力の論客であるウィリアム・クリストルやジョン・ボルトンはマケイン支持を表明し、ロバート・ケーガンは大統領選の際に外交顧問を務めた。ただし、中東の民主化に関しては、ブッシュ政権が同盟国として重視したサウジアラビアなどの絶対王政も転覆させて、初めて成立するとも考えている。 イラク戦争については、フセイン独裁打倒という点から指示、2002年には、ジョーリー・バーマンらと共に、イラクへの武力行使を可能とする決議を提出した。具体的なイラク政策においては、ドナルド・ラムズフェルド前国防長官を、米国史上最悪の国防長官として強く、非難したことがあるが、これは、少数精鋭、ハイテク兵器史上主義戦争論に対し向けられたもので、 マケインは一貫して、イラク平定には数十万人の兵力が不可欠と主張し続けており、2007年の増派も強く支持した。兵力増強については、アメリカ軍とりわけ、アメリカ陸軍が開戦前から主張しながら、ラムズフェルドにことごとくり避けられてきた経緯があり、ブッシュ政権初期の際に陸軍参謀長を務めていたエリック親戚は、 兵力増強をめぐるラムズフェルドとの対立から、その職を辞している。このほか中東に関しては、イスラエルを強く支持し、イランの核問題をめぐっては、CBS に出演した際、最終手段として限定的空爆も排除すべきでないとしている。また、親イスラエル派でもあり、中東における、イスラエルの軍事的優位の維持やイスラエル軍による、パレスチナ内での軍事作戦を支持しており、 エルサレムはイスラエルの不可分の首都と東西エルサレム分割案にも反対している。中東訪問の際もイスラエルに配慮してパレスチナ自治区は訪れなかった。しかし、この訪問の際にイラクのアルカーイダはイランを拠点にイラクへ出撃している。イランがアルカーイダを支援している。タリバーンはシーア派過激派などと事実と異なる発言をしている。介入主義的傾向は 東アジアに対しても向けられる。マケインは、プーチン大統領のロシアに対する最も厳しい批判者として知られ、その言論弾圧、性的の排除や派遣主義的な外交を非難、G8 の一員としての資格にも疑問を向け、ロシアを外す代わりに、インドとブラジルをメンバーに加えるべきだとしている。ミャンマーの軍事政権への支援をめぐっては、 軍政に対する小規模でも経済支援を続ける日本国政府の川口純子外務大臣を名指しで求断した。また大北朝鮮外交の強硬派であり、食料支援や大韓民国の対応政策を厳しく批判したこともある。ウクライナではオレンジ革命を支援した。また、 コソボ独立運動の熱心な支援者でもあり、コソボ独立を承認しないロシアとセルビアを強く非難していた。また、1999年に CTBT 批准の是非が米国上院で議論となると、ジェシー・ヘルムズと共に当時対応に慎重だったトレントロットインナイソームを説得、否決への流れを作る。他方で自身の捕虜としての経験もあり、捕虜や 囚人の人権問題に最も熱心に取り組む議員として知られている。対テロ戦争をめぐって、アブグレーブ刑務所などで問題化した捕虜、囚人の拷問、虐待問題を厳しく批判し、敵に対する態度こそ、アメリカ自身の姿をはっきりと描き出すとの態度のもと、グアンタナモ米軍基地を含む収容所で、囚人への非人道的扱いを禁止する法案修正などを主導し、 グアンタナモの閉鎖も主張した。2018年5月にトランプ大統領が中央情報局長官にジーナ・ハスペルを指名すると、マケインはハスペルを長年国のために尽くしてきた愛国者だと認めつつも、過去のテロ容疑者への拷問に関与疑惑を理由に反対した。マケインは同盟国を中心とした民主主義国家との連携を重視し、2008年大統領選に 向けた外交構想において、それを民主国家連盟という概念のもとに提示した。2008年大統領選の有力候補のうちでは、比較的日本に対する人脈や関心が強いと言われており、そのアジア政策の作成には、海軍兵学校の後輩にあたるリチャード・アーミテージが関わっている。前述の構想における日米同盟の強化。 拉致問題を含む北朝鮮の人権問題への関心、日本の国連安保理常任理事国入りへの参議価値観外交、自由と繁栄の声の言及などに、それが現れている。こうした対日関係を重視する政策については、日本国政府関係者などに、現物主政権との継続性という観点から望ましいとする見解が多いが、集団的自衛権問題をはじめ、 安全保障協力における対日要求も強まることも指摘された。ベトナムとの関係、編集ベトナム戦争では、ベトナム民主共和国の捕虜として激しい拷問を受けた。一方で、空母での事故により、自らの任務による被害を見つめ直した経験もあり、マケインは上院議員として、ベトナム社会主義共和国とアメリカ合衆国の国交正常化に寄与した。 アメリカ軍による枯れ剤の使用問題に関しては、アメリカ合衆国連邦政府は、ベトナム人の枯れ剤被害者と汚染地域の浄化に、4、600万ドルを支出しています。多くのベトナム人にとって通説な問題であり、私たちは被害者への賠償などを引き続き進めていかなければなりませんと述べている。変わったところでは、大の国際式、ボクシングフリークであり、 いわゆるモハメド・アリ法を成立させたり、それまで米国各州独自に分立していたボクシングコミッションを統括、調整活動等を行うスバと、その全米統一ルールを制定、調整する機関である ABC の設立に寄与したり、するなどボクサーの安全管理、プロモーターやマネージャーからの搾取を防ぐ活動にも熱心に取り組んでいる。しかし、 ボクシング以外の格闘技は無条件で見下す傾向があり、1990年代に生まれたユフックなどの大会で有名な殴る、投げるなどすべてを認める総合格闘技が人気を博し、ボクシング人気を脅かすようになると人間を用いた統計であるなどと主張し、安全性に欠けていると非難した。同時に上院議員としての立場を利用し、 米国各州の知事に対し総合格闘技を締め出す。要要請する書簡を出す。ペーパーアビュー業界に総合格闘技を販売対象としないよう圧力をかけるなどの妨害工作を行い、ボクシングの人気が凋落しないよう暗躍した。ただし、その後アメリカの総合格闘技会が結果的にマケインダの批判に応える形で安全面に配慮しルールなどを整備。 マケインも2005年に日本の格闘技団体プライドが米国カリフォルニア州の工業ライセンスを取得しようとした際、米国総合格闘技のルールを支持し、プライドの現行ルールは危険すぎると批判する立場から同州のアスレチックコミッションで証言するなどしたが、これは総合格闘技を認めたというよりも日本の格闘技団体のアメリカ進出を妨害する意図が強い。 マケイン夫妻がバングラデシュから幼女として迎えた娘。1991年にシンディがチャリティでバングラデシュのマザーテレサの孤児院を訪れた時、マザーテレサからこの子は病気でここにいてはいずれ亡くなるだろうからアメリカへ連れて行きなさいと言われ、ブリジットと名付け1993年に幼女となった。ありがとうございます。